こんにちは。私が今日やってきたのは笠間市にあります茨城県陶芸美術館です。こちらの陶芸美術館ではただいま企画展うるわしの舞戦が開催されているということで、早速中入ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは早速、学芸課長の山口さんにお話をお聞きしたいと思います。山口さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、はい、舞戦とは一体何なんでしょうか。はい、舞戦というのはですね、はい、まあ、ドイツの都市の名前になるんですけれども、はい、そこにございます磁器製作所が1709年にですね、ヨーロッパで初めて日本や中国で作られているような 本格的な、はい、皇室磁器というんですけれども、それをまあ作り出すことに成功したんですね。はい、それをきっかけに1710年に創設されまして、はい、以後ですね、300年以上にわたってヨーロッパの磁器をリードしている、それがまあ舞戦磁器製作所になるんですけれども、まあ、略してですね、舞戦といえばもうイコール舞戦磁器製作所のことというふうに、まあ、通ってるんですね。はいはい、ではこのうるわしの舞戦という企画展では、はい、その磁器が展示されているんですね。はい、そうですね。はいはい、今回の作品はすべてですね、はい、岐阜県現代陶芸美術館の所蔵品を拝借して展示しております。はい、約100点ほど展示しているんですけれども、このコレクションはですね、もともと東大阪にお住まいの小早川春信さんという方がいらっしゃいまして、はい、その方が1台で集められた舞戦の磁器のコレクションをまとめて、岐阜の現代陶芸美術館の方へ寄贈されたんですね。でその作品を今回私どもでまとめて拝借して、はい、このような形で展覧会にしております。そうだったんですね。はい、で元はその小早川さんという個人の方のコレクションだったんですね。はいはい、そうなんですね。すごいですね。はい、そうですね。はい、では早速その舞戦の時期の方を見たいんですが、はい、中案内していただいてもよろしいですか。はい、どうぞ中へお進みください。はい、よろしくお願いいたします。はい、山口さん、中に入ってまず見に入ってきたこの庭師の少年少女という作品なんですけれども、はい、うるわしの舞戦のポスターになっているものですか、もしかして。そうですね。はい、ポスターとかバナーとか、はい、そういったものに使っている作品なんですけれども、はい、まあ、ポスターにしてもバナーにしろですね、大変大きく引き伸ばして使っておりますので、はいはい、皆様会場にいらっしゃった時に実物の作品をご覧になってね、あ、こんなに小さいんだと驚かれる方が多いんですけれども、はいはい、この作品わずか12センチほどなんですけれども、12センチの作品をあれだけ大きくですね、はい、ポスターやバナーにしても全然破綻がないという、これはですね、まさに舞戦の作りの素晴らしさ、成功さを、まあ、物語っているということができると思うんですけれども、そうですね、この、男の子と女の子が持っている、はい、お花の一つ一つまでとっても細かく作られていますよね。そうですね。はい、でこの作品はですね、18世紀の、はい、まあ、ケンドラーさんという人が作りました、はい、型に沿って作られているんですけれども、はい、はい、まあ、この元の形を作ったのがケンドラーさんという18世紀の、まあ、人なんですけれども、はい、18世紀といいますのは、まあ、いわゆるロココ時代で、まあ、宮廷のですね、窮屈な生活に、まあ、嫌気がさしている貴族たちが、はい、まあ、田園での生活に憧れを持っていましたので、この時代にはですね、まあ、田園での生活を主題にした、まあ、庭師であったり羊飼いであったりというテーマでですね、はい、たくさんの、まあ、こういった彫像が作られました。山口さん、こちらの作品もすごく精巧な作りですね。はい、はい、実はですね、これ馬上のエカテリーナ2世というタイトルがついておりますけれども、はい、ロシアの女帝でして、非常にそのロシアの発展に力を尽くしました、はい、18世紀の、まあ、啓蒙先生君主というんですけれどもね、そのエカテリーナ2世の彫像になります。はい、本当に語学が堪能で、教養も高かったのでですね、はい、ロシアの発展に大変力を尽くした人なんですけれども、実は彼女はですね、はい、まあ、クーデターによってで夫から、まあ、皇帝の座を奪い取るんですね。でこの彫像なんですけれども、はい、まあ、そのクーデターを起こす前の時の彼女の様子を描いた肖像画があるんですけれども、うん、それにのっとって作られております。続いてこちらなんですけれども、はい、これは用途とかは何になるんですか。まあ、飾り壺になるんですけれどもね、はい、先ほどのエカテリーナ2世をはじめとして、うん、ヨーロッパのさまざまな王侯貴族が舞戦にいろんな注文をします。はい、それに伴って、まあ、舞戦の職人たちもですね、もう本当に自分たちのなんていうんですね、誇りをかけて優れた作品を作っていきます。はい、で、まあ、そういった相乗効果からですね、
いろんな貴族のが注文をする、はい、職人がそれに応えるといったその相乗効果から米線の技術力とかデザイン力がですね、ますますその、アップしていって優れた作品が作られるようになっていくんですね、はい、でこの作品はまさにそういったことを象徴する一つの作品として、はい、まあ、米線のこの超絶技巧テクニックの凄さをですね、はい、示す作品というふうに言えることができると思うんですね。こちらパゴダという作品なんですけれども、はい、またちょっと雰囲気が違いますね。そうですね、はい、パゴダというのはですね、もともとの意味としては、はい、仏塔、仏様の塔のことを言うんですけれども、うんうん、はい、米線では伝統的にこういった、ま、中国風のお人形のことをパゴダ人形というふうな言い方をしているんですね。で、もともとはですね、中国の、ま、布袋様の時期で作られたお人形がヨーロッパに渡りまして、はい、その渡った人形をもとに米線でもですね、まあ、それにこう似たような感じのお人形を作り始めるんですね。で初めはですね、まあ、本当にちっちゃなものだったんですけれども、はい、大きいですよね、はい、それがだんだん発展してこういったタイプの中国風のお人形がまあ作られるようになったわけなんですね。はい、で当時18世紀の方にのっとって作られているんですけれども、はい、18世紀当時はですね、シノワスリーといいまして、はい、大変に中国趣味が流行っていたんですね。ですから、まあ、お部屋のインテリアなんかも中国風のインテリアのお部屋などが作られたりとかしましてですね、はい、そこに置かれる調度品として、まあ、こういった中国風なものがですね、まあ、好まれたということはあります。ケースの中ですので、はい、実はよくわからないんですけれどもね、はい、実はこれ手とですね、はい、首とですね、舌が動くようになってるんですね。動くんですか？動くんです。ちょっとケースの中なので動かすことはできないんですけれども、はい、手がこう動き、舌が動き、首が動くというこういうお人形になってまして、ちょっと触ったりあるいはちょっと風が吹いたりするとですね、そうゆら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 動くという、まあ、そういう、まあ、お人形になっています。こちら愛の選択、はい、っていう2つの作品なんですけれども、はい、なんかストーリーがあって面白いですね。そうですね、はい、まあ、いろんなこうちょっとなんていうんでしょう、はい、日常生活の人がもう切り取ったようなですね、うん、こういったこう市民生活に根ざしたような、はい、まあ、いわゆる男女の三角関係になってしまうんですけれども、はい、それをこう、まあ、描いた作品にしたちょっと面白いものになります、はい、でこちらはですね、一人の男性を二人の女性が取り合っている作品なんですけれども、まあ、愛の勝利者の女性の方は男性の方と、はい、まあ、花でできた綱でですね、腰の部分が結ばれておりまして、はい、本当だ、はい、で愛に破れた方の女性は地べたに座り込んでこう涙を拭っているというような、そういう面白い像になっておりますね。で片やこちらはですね、一人の女性を二人の男性がこう取り合っている形になるんですけれども、はいはい、まあ、こちらの方の男性は多分鳥で釣ってもダメだったのか、本当だ、鳥持ってますね、でやっぱり愛の敗者になりますのでね、こちらの男性は、はい、女性と男性との間が柱で隔てられているというこういう、まあ、作りになってますね。はい、でどちらの作品でもですね、はい、三角関係における愛の勝利者の方がより高い位置に、うん、ね、置かれていて、はい、で敗者の方がより低い位置に置かれているという、これが、まあ、ちょっと特徴になっておりますね。こちらはシリーズになるんですか？はい、そうです、はい、五感の具位と言いましてですね、はい、向こう側から視覚、うん、嗅覚、聴覚、味覚、触覚を表しております、はい、まあ、これらの五感って要するに目には見えないものですよね、普通、ね、人間の感覚ですので、はい、それをですね、まあ、女性が様々にしているこう仕草によってでその感覚を、はい、具位像として表しているというものなんですね。本当ですね、視覚は、鏡ですね、はいはい、嗅覚は、はい、匂いを嗅いでいるから、お花の香りを、そうですね、はい、で聴覚の方はバージナルという、まあ、はい、楽器を弾いて、それから味覚は食べてますね、そうですね、それから触覚は鳥が籠から首を出しておりますけれども、それを触っているというこういった仕草によって五感を表しているわけなんですけど、はい、まあ、この時代こういった目に見えないさまざまな概念をこうした具位像にして表すということはよく行われていたんですね。こちらすごいひときわ大きな作品が展示されてますね。はい、はい、ですね、これが140センチありまして、140センチあるんですか、はい、この会場の中で一番大きな作品になりますし、米線、はい、まあ、としても非常に、まあ、大きな方の作品になると思うんですけれども、はい、花飾りポプリツボで科学というタイトルがついてるんですね。はい、で何をもって科学というかというとですね、蓋に施されている彫像がありますね、はい、あれ全体で、まあ、科学の
グイ像という形になっています。先ほどもあの五感のグイ像というのがありましたけれども、こちらは科学をグイ像によって表しているということになるんですね。あの例えば積まれた書物があったりとか、まあ、フクロウがいますね。フクロウというのはあのギリシャローマ神話で、まあ、知恵を象徴する鳥になるわけです。それからの女神様なんですけれども、これも、まあ、ギリシャローマ神話での、知恵を象徴する、まあミネルバという女神様ということで、はい、まあ、これ全体で科学を表しているということで、まあ、科学というタイトルがついてるんですけれども、はい、本当にあの装飾も見事ですし、そうですね、はい、それからまあポップリツボですのでね、はい、上にちゃんとこの蓋のところに透かしが入っていて、そこからまあ中に入れたポップリがこうの香りがこう広がるようにもできているわけですね。ね、これはあの、はい、テーブルセンターの中央に飾るセンターピースな、やっぱディナーの時にね飾るものになるんですけれども、テーブルの上にこういうのがあったらすごく華やかになりますよね。そうですね、はい、華やかになります。はい、こちら食器ですね。はい、はい、ですね、まあ、皆様あの前線の時期といって一番その頭に浮かばれるのがですね、はい、きっとこういった食器類になると思うんですね。で今回のコレクションの特徴は、まあ、ご紹介したような人形などが非常に多いことになるんですけれども、はい、こちらもですね、はい、あの特別注文で作ってあのディナーサービスセットになります。で、まあ、真ん中にですねこうセンターピースがあって、はい、それ、まあ、なんとなくこうディナーの雰囲気が分かるような、まあ、あの感じで展示はしているんですけれども、そうですね、はい、で注目していただきたいのはですね、ここの、真ん中に S という、はい、あの文字が入ってるんですけれども、はいね、これがですねおそらく、まあ、S で始まる名字の、まあ、貴族か大富豪か分かりませんが、その方の特別注文によって、まあ、作ったということが分かると思うんですね。 S 家のための、まあ、特別の注文による、まあ、ディナーサービスセットという形になりますね。じゃあもう本当に特別注文だったっていうのが分かる、はい、そうですね、まあ、先ほどあのエカテリナ2世も特別注文をいろいろしてますけれども、こういう形でヨーロッパの、まあ、お金持ちだったり貴族だったりが、まあ、前世にさまざまな注文をしたと、特別注文によってまあ作ったという形になりますね。でそれがまあ回って、まあ日本にやってきて、はい、でそれがまあ今こういう形でね我々がこう見ることができるって、本当になかなかあの貴重な体験でもあり、面白い巡り合わせでもあると思いますけれども、はい、今こちら見せていただきましたけれども、はい、この麗しの舞線、究極かわいいというキャッチコピーがふさわしい企画展でした。そうですね、はい、まあ、今回ですね本当に若い方々にもぜひご覧いただきたいと思いまして、うん、究極かわいいというキャッチコピーにしましたのでですね、うん、ぜひ若い方にも会場に足を運んでもらいたいと思います。こちらの企画展なんですけれども、はい、期間はいつからいつまでを予定されていますでしょうか。7月の13日までを予定しておりますので、はいはい、あともう1ヶ月ちょっとになりましたので、ですね、そうですね、はい、あ、1ヶ月ないですね、はい、1ヶ月切りましたので、はいはい、ぜひご覧いただきたいと思います。そうですね、先ほどもおっしゃってましたが、若い方にもぜひ来ていただきたいですね。そうですね、はい、もちろん前線お好きな方、ヨーロッパの時期のお好きな方、うん、もちろんいらしていただきたいんですけれども、はい、それだけじゃなくてですね、はい、なかなかこういったものに触れる機会の少ない若い方々にもご覧いただきたいと思いまして、うん、今回究極かわいいというキャッチコピーにしたんですね、うん、はい、ですのでぜひそういった方々にもいらしていただきたいと思っております。はい、そうですね、では皆さんもぜひ実際に目で見て細かいところまで見てみないと本当の良さというのは分からないかもしれないですね。はい、はい、皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。山口さん、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。